皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もアサシンクリードシンジケート遊んでいきましょう。さあ今回はですね、ここのミッションに挑んでいきましょう。マップに出てない、ここですね。シークエンス8最終幕、ジェイコブはアルハンブラ劇場でマックスウェル・ロスを見つけて暗殺を決意する。ノリで殺すのかな。マックスウェル・ロスを暗殺する。エリアを探索してチャンスを見出せ。今回もね、ユニークでいきましょうか。修理工、どこにいる修理工。まだ見えないですね。とりあえずまずは劇場に潜入するところからスタート。なんとかしてそこに入っていかないといけない。で、手下がいるな。この人は案内係。利点、劇場に簡単に入れる。仮面を見つけて仲間に加わる。目標、劇場の近くにいるロスの護衛から仮面を手に入れる。どこだ？仮面をつけてください。はい。待って。誰かから仮面を奪っていかないといけない。こいつ二人殺すか。持ってないよね。持ってる。素晴らしい。なんかに似てるね、これ。パーティーのための仮面を手に入れた。で、注意を引きすぎなければ普通に入れる。おとなしく行きましょうか。ちょっと待ってね。これね、消費アイテムを補充していなかった。買ってきます。すぐそこに商人。こいつか。くださいな。よし。本当にこう紛れながら行きましょうね。一応マークを済ませて走るな。おい、走るな。ちょっと今のだって、今のひどくない？さあ、周囲の敵を大体殺してどうでしょう。よろしいですか。OK。では参りましょう。レディース&ジェントルメン、紳士淑女の皆々様、ようこそアルハンブラ劇場へ。今宵開かれるのは一夜限りの奇跡のステージ、秘術師コルブスによる特別公演を皆様にお送りします。コルブス、演出効果のいくつかは少々ご不快かもしれませんが、ご心配は一切無用。これこそ最も純粋なエンターテインメントなのです。今宵の公演は不朽のものであり、私が心から親しく大切に思う若者のために行われるものです。ご懸念や苦情があれば全て彼宛にお送りください。ジェイコブ、愛しい坊や、今宵は君が主役だ。コルブスっていうとね、ブラックオプス3にね、出てきたんですよ、キャンペーンで。まずこいつ殺して
そいつもやっていくか。で、一つ上のフロアですね。こっちか。そこにもレベル8の敵が一人。多分ね、脱出することになると思うんで、静かにやっておくか。さあ、着いたよ。こいつか。ね、ユニークキル、そいつですね。修理工、目標、修理工を解放して種木を下げさせる。殺害すべき敵が何人来るな。2人、3人、4人。これ影武者的なあれかな。ですね。ロスのおとりを暗殺する。扉開かない。そしたら下の階層に行こうかね。まずはそこに1人。その証明となるのでしょうか。登れない。そいつはなんだ。ウェイトレス、ロスのおとりを暗殺するチャンスを作れる。ウェイトレスと話して水差しに毒を入れる。こいつは邪魔。一般市民状態に戻って話していこう。今入れましたね。彼女がおとりに毒を盛るのを見る。そっちか。あのドリンクをおとりが飲めば死ぬのかな。飲み物を継いだっぽいね。さあ飲みなさい。乾杯して。早いな、聞くのが。で喧嘩して死ねば OK。 やったね。心情は忘れられ、獲物は目に焼き付き、食欲をそそる。よしと。で、次の人。次はね、どっち行こうかな。
すぐ下か。ちょうど頭の平らな紳士を見つけました。皆様はお笑いですが、本当に素晴らしく平らなんです。あなたの頭って、こいつを後ろからサクッと。 OK、 皆様それぞれがご想像されていることでしょう。ロスでないなら後味に違和感を覚える。そんな感じか。でね、そこの出口かな、こいつらも一応通しておくか。これね、ちょっと厄介な感じしますもんね。さて、どうなるか。さあ、お次は上ですね。階段登って、多分この階だよね。もう一人の目標がまたなんかのドリンクで行かれてしまっている。どうなってんだ。これ3人目だよね。どうなってる。殺していくか。さあ、これで3人目、そしたら次4人目。そっか、下方向ですね。で、さらに修理工も助けてあげないといけない。これは全くの予想外。人生に驚かされるのは実に刺激的ですね。ウィリアム・テルか。まだ終わりではありませんよ。そのままお待ちください。ショーはすぐに再開します。悲劇より悲劇が好きか。洗練された趣味の持ち主だと思っていたよ。よし、ロス姿を見せろ。今宵をお楽しみいただけましたでしょうか。皆様、私は大いに楽しみました。終幕の前に今夜参加してくださった皆様に乾杯したいと思います。その勇気とその死に、さあ燃やすのだ。君の出番だぞ、親愛なるジェイコブ。燃えろ燃えろ燃えろ。劇場と観客を燃やすのか。修理工のおじさん、出番だよ。あんたの出番やで。解放する。素晴らしい。本当にありがとう。それで？ちょっとついていこうかね。ん？ダメか。なんかね、操作してるっぽいね。あれか。あの、上のあれか。ね、ロスを暗殺するためにロープを切る。どれだ。多分上かな。行きましょうか。そっちはね。さあ、これで暗殺の始まり。やりますぜ。先でカラスのひな鳥の首を折ったことか、君が無実と思い込んだものを切り刻んだことか、この世界を素晴らしき狂乱で満たしたことか。
どれであれ理由は同じだ。ダメか。そしたら劇場から逃げる。待って、90秒以内。マジか。どっから逃げる？こっちではない。そっちはね、あいつらの手下がいるんだけど。待って、上には行けない。これまずったな。まるで悪夢だ。90秒、残り何秒これ。エントリーポイントなんだけど塞がれている。生きて出られんのかよ。90秒以内に劇場から逃げる。待ってね、こっちですね。でね、そこのちょっと上の階ね、一旦上に登って、こっから多分降りるんだな。生きて出られんのかよ。でそっち、そう、さらに下、そこですね。さあどうだ。さあこれで最終幕を完了で、チャレンジも OK ですね。混乱が増殖している。海が盛り上がり、パブを飲み込み、街灯を消す。街は死ぬだろう。トゥーペニーもルーシーももういない。ブルデネル、エリオットソン、パール、皆闇に消えた。もう私だけだ。アサシンは自然の怒りを招いた。人々は歯をむき出し、我々に迫る怪物だ。文明はこれを耐え切らねばならん。暗黒の時代が来ないよう、再び立ち上がろう。ロンドンを蘇らせる。エデンのかけらはバッキンガム宮殿の下ね。準備はできてる。侵入計画を立てましょう。待ってくれ。その前に映像で確認した方がいい。行動に移す前に確信が欲しいんだ。一撃で決めない限り、オッズの反撃で潰されちまう。私もショーに賛成。宮殿の周辺で待機しておく。だが行動開始はデータのシンクロが終わってからだ。全てあなたにかかってるわ。遅い。スターリックが動き出した。
バッキンガム宮殿にエデンの欠片があるわ。譲ってやれば。街中であなたの仕事の痕跡を見かけた。私の判断に従ってくれない？スターリックの手下を消してたんだ。その間お前は何をしてた？ヘンリーと仲良くやってたのか？あなたの失敗の後始末よ。急がば回れって言葉知ってる？親父の言葉で説教か。フラトンの言葉よ。悪いけど今回は破壊できるものはないわよ。父さんもあなたのやり方を認めてなかった。親父はもういない。もういい。密偵から連絡があった。スターリックは今夜の舞踏会でエーデンのかけらを奪い、教会と国のトップを消す気だ。最後の大仕事と行くか。それで別れよ。そうだな。で、作戦は？二人で会いに来てくれるなんてとっても嬉しいわ。町のニュースを聞かせてくれる？ミセス・ディズレーリー、実はバッキンガム宮殿の内部にあるものが隠されていて、脅威となる可能性が。要するに姉が言いたいのは、今夜の舞踏会に忍び込みたいということです。不可能だわ。招待状がまだ残っていたとしても、まあ実際は残っていないけれど、あなたたちのような身分では。そのグラッドストンのやつが来るなら私はいかんぞ。招待状は譲ろう。素晴らしい。では俺一人で。ミセス・ディズレーリー、もしこの弟にグラッドストン邸の場所を教えていただけるなら、彼が自慢の能力を使って招待状を奪い取ることができるのですが。楽しそうね。聞いた、ディズィ、グランドストンの招待状を失敬できるんですって。仕事をくれてありがとう、お姉ちゃん。どういたしまして、親愛なる弟よ。さて、ミセス・ディズレーリー、失礼します。私はマハラジャにお目にかからなくては。彼なら保管庫への行き方がわかるかもしれませんので。エビーのやつ、俺のことをガキ扱いだ。これもうミッション始まってんのかな。グラッドストン邸に行く。警官を殺害しない。ちょっと待ってね。どこでしょう。グラッドストン邸、ここか。多分ここですね。で、今回は時間の切りがちょうどいいんで、一旦これ終わりにして、また次回につなげていこうと思います。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイートをしてくださるととても嬉しいです。ではまた次のパート、最終シークエンスのシークエンス9でお会いいたしましょう。今回はこの辺で。